家出した先に行き着いたところが性風俗店だったんですね。店長に電話していきます。繋がるかな。もしもし、当時の私の様子を話していただけたらなと思うんですけども。そうね、そこは本当ですね。うん、お客さんじゃなくてお客様でいなさい。はい。そしたら、じゃあ次の質問いきます。はい。当時、周りの従業員は、青木が、スキンシップは嫌だと言ってることに対して、どんな風に思ってましたか？なるほど。はい。やっぱりこう、万人受けはしないから。ああ、なるほど。だって周りの人は、やっぱみんな同じ気持ちで悩んで働いてるわけだから、なんであいつだけみたいな感じになりますもんね。それは、まあ、やっぱり少なからずあるよね。あ、やっぱあったんですね。うん。私は気づかなかった。なんだろう、なんだ、まあ業界用で、ね、まあこう本数だったりね。あ、はい。要は働くペースだよね。はい。私はこういうスタイルだから、ここにお客様絞っていくっていうふうにやっちゃうと、はい。要は私はこう体目的のばっかりのお客様で嫌なのにっていうふうに思ってる子もやっぱりいるよね。あ、そうなんですね。うん。性的なものが本当は嫌だけども、はい。でも仕方なくやってるケースもあるし。あ、そっか。やっぱりね、それが好きでキャストをやってるっていう子もやっぱりいるしね。だから好きでやってる子からすると、まあ、それぞれね、こう自分の得意プレーをすればいいんじゃないっていう風に思われるだろうし、はいはいはい、どっかでこう心の中でわだかまりというかっていうのがある子からすると、なんで あの子ばっかりなんかそういうお客様が集まるんだろうっていう嫉妬の目っていうか、まあ、嫉妬っていうとね、こう語弊があるけど、あ、まあ、よく言うとね、まあ、こう羨ましかったっていうのはあるかもしれないね。あ、なんか当時その私が他のスタッフと一緒にいる時に、なんかそういう態度っていうか、みんな何だろう、親切だったから、まあ周りが大人だったからっていうのもあるってことですね。そしたら、うん、そうだね。それをね、こう他人にぶつけるような人たちじゃないからね。ああ、なるほどなるほど。じゃなかったら私はさ、採用しないよ。あなるほどですね。いやだって結構私、まあ傍から見たらわがままじゃないですか。まあね、みんなそれなのにもかかわらず私に親切っていうか、まあ一番年齢下だったっていうこともあったんで、可愛がってもらったっていうのが、なんか後々なんかどんどんこう気づいたっていうか、あの時あんなに優しくしてもらったのに、私って過去のこういう仕事してたことを隠してるって、なんかすごい過去の自分を否定してるなって気持ちになっちゃって、それでまあ言ったっていうのはあるんですけども、まあすごい当時のスタッフさんはすごい優しかったなって思ってます、ね、はい。なるほどね。まあわがままでね、まあ、さっき自分でも言ってたんだけど、はい、多分それってこう自分のペースで働くスタイルだったから、はい、例えばそのね、一緒に他のみんなといる中で、やばい、お金ない貸してとか言ってたら、多分それは観客できたよね。ああ、なるほど、うん、でもそれって絶対言わなかったじゃない。言わなかったですね。やっぱりその中でこう笑顔だったからね。うんうんうん、まあ、みんなねこうお金あるわけじゃないしさ、うん、そうですね。その中でこうね、いっぱい笑ってたからね。ああ、性格的にあんまりこうなんだろう、ずっと沈みっぱなしみたいなあんましたくなくて、だからそういう感じで言えたのかなっていうのも、うん、ですかね。そこら辺が良かったんだよ。いや、ありがとうございます。はい、はい、次、そしたら次行きましょう。じゃあ行きます。はい、次の質問。スキンシップをするスタッフをしないのにもかかわらず、寮に青木をいさせ続けてくれた理由は。うん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 、うん、はい、やっぱりお金ないのは、まあ、目に見て分かったからね。はい、こう行く場所がないし、家出したってのも聞いてたし、常にスーツケースコロコロしてましたよね、赤い。そうね、赤いスーツケースとかも、はい、ショルダーバッグじゃなくて、ね、ボストンバッグ、はいはいはい、ボストンバッグ1個持ってたよね。わあ、懐かしい。それで荷物詰め込んでね、はいはい、やってた。懐かしい、ね、めちゃめちゃ、はい、こっちにね、こうロッカーあるわけじゃないから、はい、そのボストンバッグにね、こう詰め込んでやってたけど、まあその状態でね、キャストをやめて出ていけとかいう話もなんないしさ、まあ、そもそもね、お客様から話もあったし。いや、もう本当に感謝してますよ。まあ言ってもね、はい、正直あんまりお金にならなかったから。ああ、青木が全然働いてないから。そう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 、スキンシップしないから。需要がね、こう限られてるからさ、はい、そう、まあ、結果お店としてはあんまりね、出しづらかった。でもまあ間違いなくあるよね。すいません、金銭的に自立してるか、まあ、不安だったからね、お店としては。いや、だから、まあ、受付スタッフの方で、はい、面倒見てね、安いけれども安定した、はい、それこそ10万とか。1ヶ月ですよね。そう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 、そう、はい。いや、でも、住む場所あったからお金貯められました。めちゃめちゃ感謝して。まあ、それでね、こう自立できるならね、いいかなと思って面倒見た感じかな。ありがたい。そんな流れだったかな。ほん、あの場所があったから今生きているんだなっていうぐらい本当に感謝してるんですよ。いや、もうそれはまあこっちもそうよ。あの時があったからね、こう今
表立ってねこう話すっていう気になったんだろうしさ。いやー本当にあの職場を作ってよかったと本当に思ってるよ。ありがたいです。わかりました。そしたらじゃあ次の質問いきますね。はい。当時の青木は周りのスタッフとどんな関係性でいましたか？このスキンシップするスタッフもそうだし、受付スタッフもそうだし。まあ、当時、はい、振り返って、やっぱ家族だったよね。そう、ほんとそう思うんですよね。めちゃめちゃ感謝してますよ。ご飯食べさせてもらったりとか、あの、スキンシップのスタッフさんですよ。その人だっていろんな事情を持って働いてんのに、なんか悩みあんだったら聞くよ、みたいな感じでなんかご飯ガスト連れてってくれたりとか。そうだね。あの時の先輩方は私忘れられないですもん。こうね、こう厳しく言う人もいたしね、こう。ちゃんと怒ってくれるけど。そうだね。優しい。優しくしてくれる方もいるしね。まあ、一つの家族の中でさ、はい、お父さん役、お母さん役ってやっぱ自然とできて。いましたね。みんなでね、一致団結っていうかね。そうですよね。今思うと、よくあの関係を、なんか私と、なんだろう、気づいていただけてたなって思うんですよね。こんなにわがままだったのに、やだやだって言って、ジムのスタッフやることになって、それなのにも、ご飯連れてってくれたりとかする先輩もいたりとか。だから私思うのが、その、結構世間って、まだ性風俗のこの業界に対して、結構偏見の目もあったりするじゃないですか。そうね。まあ、実際あるよね。でも、こうやって蓋を開けてみると、すっごいみんな、なんだろう、人の気持ちをちゃんと先に読み取ろうとして温かく包み込んでくれる人もいるんだよみたいな。そうだね、まあ、そういう気持ちもあってカミングアウト動画出したんですけど。じゃあちょっとここで一つ私の話をしていい？あ、はい。私がね、その家族のような関係性をみんなで作りたかったっていうのも一つあったんだけども、はい、理由の一つがね、はい、私が初めてキャストをやった時のお店っていうのは、はいはい、他のキャストでね、口を聞いちゃダメだったの。あ、そうなんですか。本当にこうね、小さいお店でキャストが3人ぐらいしかいなくてね。へえ。で、オーナーがすごく怖い系の人で、はいはいはい、まあ、リアルな話、夜になったら一人ね呼ばれるのよ。お客様にじゃなくてオーナーに、はい、で、まあ、噂によると、はい、まあ、お金を貸し付けられて。やばいじゃないですか。お金をね取られたとかじゃなくて、お金をわざと貸して、それをねこう借金だっていうことで、要は逃げられなくするんだよね。いや、やば、完全にあっち系じゃないですか、こっち系。まあまあね、強くは言えないんだけどねで、まあ、逃げられなくして、うん、あのさせられるみたいな。そんなのがあったんですね。っていうのが、まあ、リアルにあったらしいんですよね、はい。まあ、結局私は呼ばれてなかったからね、実際どうなってたのか分かんないんだけど、はい、あの、まあ、呼ばれる前に辞めちゃったんで、はいはいはい。まあ、付属業界でそのキャスト同士で会話禁止とか連絡先交換禁止はね、今までも多いんだけど。知らなかった。そう、結構多いのよ、まあね、そういう風にこうキャスト同士で接点を持っちゃいけないっていうお店も昔多くて、はい、今も、ね、実際あったりして。あ、今もあるんですね。そういう、今もあるっていう風に、まあ、話は聞く。全く知らなかったってことは、うちらの店すごいいい意味でゆるいっていうか、自由にやらさせてもらえてたんですね。そうね、普通に一緒になんかお姉さん方とカラオケ行ったりとか、うん、連れてってもらったりとかしてましたもんね。そうね、めちゃめちゃいい場所だったんだ。そしたらやっぱり、ギスギスしたのはね、やっぱ嫌だったよね。本当そう思いますよ。だって証拠があるんですよ、私がそこの職場がすごい好きだったっていう。その私ってスキンシップのスタッフとしての在籍が1ヶ月ぐらいだったじゃないですか、でそれから、まあ、約 4,5 ヶ月間がその受付のスタッフやってて、でその後私携帯ショップやるから辞めたじゃないですか、昼の仕事で出るために。で辞めた後でもたまに私お店に遊びに来てませんでした。来てたねみんなでなんかアイスかなんか食べたねそう、なんかアイス買ってきて、でお姉さんに会いたいから、みんなに会いたいから待機室に来たりして、怒られましたよね、私店長に。あの何で来たんだってよかったね。あの、いいけど、でもやっぱり他のスタッフとかなんかあのね、あるから、そこは仕事と遊びはしっかり分けようねみたいな感じで怒られた記憶があります。 2,3 回目ぐらいで言った気がするそれぐらいいい場所だったんですよ。辞めた後でも遊びに行きたくなるような。それが物語ってますよ、視聴者さん。これ証拠ですよ。いい職場だったんですよ。でもそのお店まだありますもんね。そうね。はい。さらに大きくなってるね。どんどん大きくなって。辞めた後に大きくなってるね。いや、でも店長がいた時も大きくなってましたよ。嬉しいね。当時のその私と同期だったスキンシップのスタッフさんもなんかどんどんこう大きくなっていったっていうか、店長さんだったりとかいろいろしてるんですよね、今。見たよね。いつか会いたいな、また。いいね。やってみるとあるかもね。でもどうなんだろう、嫌がられないですかね。そうだね。
てか私のこと知ってる人いるのかな？いると思うよ。逆にそのスキンシップのスタッフさん、私と面識ない方でも青木カノンとして知ってる人とかいるのかな？あー、じゃああるかもしれないね。ゲスト一覧に私が面接した子まだいるからね。あ、そうなんですか。わお、またなんか機会あったら会ってください。私となんか当時のスタッフさん集めてくださいよ。でんちゃん集めて、それでご飯行きましょうよ。動画撮らないから安心してください。まあまあ機会があればね。はい、まあ、こんな感じですかね。私すごいいろんなこと聞けました。ありがとうございます。いろいろ答えていただいて。ってことはじゃあ最後に話をまとめると、青木かのんはスキンシップを放棄したっていう事実は本当なのに関してはそれは事実だっていうことと、はい、まあいい職場だったよっていうのも本当だったっていうことですよね。そうね。はい、まあ、スキンシップ以外の武器を見つけたっていうのが一番じゃないかな。ああ、なるほどなるほど、そういうことですね。武器を見つけた。あ、ごめんなさい、もう一個聞きたいこと あったんですけども、はい、当時私のことをスキンシップできないのも分かりながらも指名してくれたあのお客さんって覚えてます？なんかケーキ持ってきてくれてて。あ、覚えてます。うん、え、あの方って私が受付になった後ってどうだったんですか？その人はね、いや確か来てない。あ、ですよね。だって最初その方って要は私とそのスキンシップをするために指名して入ってくれたお客さんじゃないですか。そうね、その人はそうね。でもだったらじゃあ嫌ならそういうことやらなくていいから悩み相談僕よければ聞くよみたいな感じで、そっからずっと来てくれましたもんね。うん、今思うとそういうお客さん神レベルっていうか、え、そういうお客さんいるんですか、そもそも。ゼロではないけどね、その人たちに巡り合うっていうのはやっぱり奇跡だよね。あ、やっぱそうなんですね。なんかその方が受付のスタッフとか辛いんだったらそっちの方に行った方がいいよみたいな、僕でよければ僕から言うよみたいな言ってたね。はい、でもそれ事実ですよね。いやお前作り話だらこんないい話なんてねえよみたいな、作り話だって言われたんですけど事実ですもんね。リアルだね。そうなんですよ、めちゃめちゃいいお客様と、あ、お客様って言いましたよ。うん、お客様、お客様とスタッフさんに囲まれていたから今があるっていう、うん、それを私は伝えたかったです。いいまとめだ。はい、っていう感じですかね。じゃあすいません店長、うん、今日長い時間ありがとうございました。まあ、今店長じゃないからね。あ、そっか、店長、元店長。元店長ね。当時の元店長。はい、ありがとうございました。うん、また、はい、なんかコロナが落ち着いたらぜひご飯ジョジョ園でもいいんで連れてってください。うんうん、そうだね。断んないっすね。ジョジョ園行くからみたいな。ジョジョ園ね、行ってみたいね。いやいや、私も全然ないですけども。はい。じゃあ、切りますね。ありがとうございました。また、はい、失礼します。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。いかがだったでしょうか。今回はですね、当時の店長さんを引っ張り出して動画を撮るというかなり強烈な内容になったと思うんですけども、いやー、相変わらずなすごい丁寧な方でした。ほんと当時からあんな感じで、だから多分周りのスタッフとか、まあいろんな人がなんだろう、慕ってたんだなって今再認識しましたね。だからこそ私はその過去スキンシップしたしてないとか、まあそういうんじゃなくて、そういう性風俗店に在籍をしていたっていう過去を隠すっていうのが自分のその今までの成り立ちを否定してるような感じになっちゃう気がして隠したくなかったんですよね。なので先日カミングアウト動画出したんですけども、私のちょっと情報量の伝え方が結構下手なんで、お前あの時はこうだったんじゃないのみたいな感じ、いろんな憶測を生んでしまったことは申し訳ございませんでした。今回の動画でかなり話せたと思うんで、昔の青木はこんな感じだったんだよみたいな風に思っていただけたら幸いです。もし今回の動画が少しでも楽しんでいただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録、評価お願いします。 Twitter、Instagram、TikTok、あとノートもやってますので、こちらも画面の下からフォローをお願いします。また次の動画でお会いしましょう。